阿ベ野の銭湯湯所阿部野橋で魚のお兄さん川ちゃんのイラスト展が開かれています今回ですねこの突っ込みたくなるお魚図鑑出版記念で銭湯水族館に in 阿部野橋ということでこの銭湯を水族館にするべく魚のイラスト展示をさせていただきますそうですね僕はあの関西人の魚好きなんで全部の魚の生態にボケがあると思って,てそれに突っ込んでいくっていう 4コマ漫画でわかる魚の生態っていう風になってますなんか古典って聞くと結構改まってイラストを見に行く絵画見に行くってイメージかもしれませんけどもここは本当に銭湯なんでのんびりゆっくり湯船で足伸ばしながらでその水辺で魚のイラストを楽しむでこの魚のイラストも魚の豆知識例えば「タコは心臓3つあるんだよ」とかね「ええー」って、まあ、そんな感じのですね家帰って誰かに話せるような まあ、その絵だけじゃなく、知識も楽しめるような展示になってます。なんで、ここで魚を好きになってもらって、家帰ったら、美味しい魚を食べたり。夏休み、水族館遊びに行く、なんか、そんな風に楽しんでもらえたら嬉しいです。以上、安倍の経済新聞がお伝えしました。